とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も新しい装備、使っていきたいと思います。これです。月のダガーです。これはね、攻守、バランスいいかなと思います。黄金で、輝き3、エンチャントで、リフレッシュ、クリティカル、追い打ちかな。共鳴がついてるので、ダブルクリティカルが出る可能性が高いので、かなりダメージも取れるのではないでしょうか。で、アーティファクトだけども、キノコはね、いらないかなとも思うんだよね。キノコなしで、パワーシェイカーでもいいかなと思うんだけども、まあ、今回は、キノコ、入れていきます。では、行きましょう。それではやっていきましょう。普通の矢のみですね。そしてモブ速度 30% 増加のベビーゾンビ 50%、 かなり高速で寄ってきてくれるやつでしょう。で、ただ重力がついてないので、戦い方にはちょっと、注意が必要になってくるとは思いますけども、まあまあまあ大丈夫でしょう。問題は矢の枯渇かな、まずは。なので、矢を枯渇させないようにできるだけ、矢をあまり使わないようにやっていきたいところですね。でもそうするとね、若干火力がね、落ちたりとかあるので、やっぱりある程度はぴょんぴょんしていきたい。おっと、キャプテンがいるぞ。いいね。ちょっと待って。危ねえ。なんか今の感じを見ると重力が欲しい。オッケー。いや、相変わらずの火力だね。火力は素晴らしいよ。素晴らしい火力。やっぱ探検の中ではね、もう間違いなくこれなのよね、最強のやつは。火力強っ。で、これでまだね、ソウルが完璧に溜まってない状態だからね。これソウルが多分マックスまで溜まると、もっと強くなる。ガシガシクリティカル出ると思うんで、いいじゃないですか。あ、重力なくてもここのステージでやったからかな、敵がベビーゾンビでガシガシ近づいてくれるんで全く問題ない。あ、で、輝き入れることによってやっぱりね、若干ながら耐久力は増すね。わー、止まった。耐久力はやっぱいいわ。輝きで結構回復してくれるんで。あ、そうね。やっぱ、この、手数の多さっていうのが、重要なんだな。この手数の多さで、めちゃめちゃ回復する。OK。矢が、170本か。ちょっと少なめですけども。いきまーす。よっしゃ。ちょっと待て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 。こうなるとちょっとやりにくい。囲まれるとね、ちょっとね、リーチがもともと短いので動きにくくなるな。しゃあ、あー、重力欲しい。まずはエンチャンターから倒したいけども、周りがものすごい邪魔。よし、 OK、 逃げる。対マンでね、ガチで殴り合うと、まあ死なないかな。むちゃくちゃ強い。オッケー。あー、まあ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 、この上が。でも十分よ、十分強い。危ね。一応キャプテンは全部探しながら行きまーす。どうだろう、いるかな、見てくれればいい。あ、あとあれか、ヘルスシナジーもついてるから回復量が違うんだ。なんかやたら HP 減らないなと思ってたら、おお、トゲ。あ、トゲもね、この手数が多くてダメージがそこまで高くないタイプ、これになるといいね。トゲでもそんなにダメージが痛くない。その利点はあるね。よし、もう中間地点全然過ぎた。いきます。キャプテンはもういないのかい。よし、もうちょっとでソウルがマックス、本気モードになります。まあ、どれぐらい変わるかわかんないけどね。
でもおそらくマックスだとだいぶ違うはずなのよ、クリ率が違うはず。うん、どれぐらいなのかはちょっと覚えてないか知らないかな。うん、多分結構なクリ率だと思うけどね。しゃあ、オッケー、ソウルマックス、オッケー、特に問題ないね。まあまあ変更点で新しいのがついてないっていうのもあるのかな。お、止まるな、止まっちゃダメ。新しいね、なんか敵のダメージアップとかそういうのがつけばちょっときつくなるかもしれないけども、現状の変更点ではまあまあまあ問題なし。うわ、嫌なやつ、嫌なやつ、ちょっと待って、ああ落ちた、もうやばい、危ねえ、危ない危ない危ない、トロッコに引かれて死ぬよ。よし、いいね、すげえ、ちょっと待って、うわー、今のはしゃあないな。エンチャンター多すぎだって。よし。オッケー。もうエンチャンターから先倒したいけども、リーチとね、長さがちょっと問題になって、うまいこと倒せてないね。そういう時には、やっぱり重力が欲しくなる。わお！いいよ。あー、宝箱あった。あ、でももう矢はいらないしね、ここにも出てるし、いいでしょう。キャプテンいないか、あと1体、あと1体キャプテンはいてくれないのかい。もうボス部屋見えたよ。いや、いないわ、いない、いや残念です。あと1体ぐらいキャプテンいてくれればよかったけどな。残念ながら、キャプテンはもういないっぽいです。ボスいきます。うん、ヘルスシナジーの自動回復、これが最高です。本当にいけー。まあまあそこそこクリティカルは出る。うん、でダブルクリティカルが出た時ががっつり減る。3000万ぐらいダメージ出るんで、ダブルクリティカルの時は強い。じゃあ、ということで、今日はこれ、月の長、使ってみました。重力欲しいね。輝きを重力にしてもいいかもしれない。ただ、輝きがあると、結構安定感があった気がします。まあ、どっちを取るかなのかな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。